身の引き締まる思いでありながら非常にワクワクしてます。本当にやりがいがあるなと。現役時代は日本代表に選ばれ、2002年に引退後は大分清水の4つのチームで監督を務めてきた田坂新監督。大分を J1 昇格に導くなど豊富な経験を生かし、ギラバンツの J2 復帰を目指します。アグレッシブに、特に守備でもやはり攻撃的にスピーディーに早くゴールに迫っていくようなパス回しをするような攻撃的なサッカーっていうのは今のところイメージはしております。ピッチで戦う選手とともにですね、やはりいい結果を出して最終的に次のカテゴリー、上のカテゴリーに行けるようなっていう景色が見せたいなと